ここは日本の首都東京。謎の男ファントムは封印された自らの強大な力を取り戻すべく暗躍していた。彼は特殊な力を持つ若者に FA という武具を与え、戦いに勝てば望みを叶えるという還元で戦いへと誘っていた。なぜなら FA の激しいぶつかり合いは時空の歪みを起こし、この世界とは別の世界へと通じる亀裂を生じさせる。その亀裂がやがては彼の力の封印を破ることとなるから。ファントムに対抗するハジャの一族であるクモン家の娘ワカと協力を申し出たミコトはこの陰謀を止めようとするが、あと一歩のところで逃げられてしまう。その時、若の妹であるナギがファントムに連れ去られてしまったのだ。正義の味方を志すネギ、イツキとファントムの誘惑から逃れた忍者、ユズハも合流し、4人の少女はナギを救うべくファントムの追跡を開始したのであった。ナギさんも心配です。あら、変な仮面、あからさまにやられ役みたいなあなた方はもしやファントムさんの戦闘員ですね。戦闘員をやっつければ幹部が登場するかもしれません。いえ、そのはず。戦うメイドさん、クラッシャー美月、正義のために参ります。はっ
来たか。M さんでしたっけ。ファントムに力を与えてもらったくせに、やけにあっさりと寝返ったな。若さんに伺いました。ファントムさんは悪い人で、デュエルは良くないことだって。その証拠に、あなた方はナギさんを誘拐しました。どちらが正しいかは自明の理。それに、正義の味方は悪の組織を裏切るものです。おのれー、ファントム、許さんですわ。裏切りは別に構わん。おかげでお前をぶっ壊すことができるんだからな。まさか。だが、そんなに会いたいのなら、あの娘のいる悪夢の世界へと連れて行ってやろう。悪夢の世界？そうだ。だが、その前にお前の力はいただくぞ。それは、どうしたんでしょう。力が入りません。